GSG-5 はドイツのジャーマンスポーツガンズ社が設計した民生用の半自動小銃である22ロングライフル弾を使用する GSG-5 の外見はヘッケラーコッホが開発した短期間銃 MP5 に告示している実際内部構造こそ全く異なるものの重傷やハンドガード、小銃器など一部の外装用部品に互換性があり MP5 を模した遊戯獣向けに設計された各種の付属品の一部も使用できるという。GSG 社では伸縮式重症やレール付けハンドガードなど独自の付属品も設計している。断層は2発、10発、15発、22発装填の箱型断層、および110発装填のドラム型断層が用意されている。GSG-5 は H&K 社が 小銃や短期間銃向けに採用しているのと、同形式の回転調節式小銃器を備えるが、その他の小銃器を搭載することを想定して、フレーム上にアタッチメント用レールがある。2009年、H&K 社は、トレードドレスの侵害を理由に、GSG 社とアメリカでの GSG-5 シリーズの輸入を手掛けていたアメリカンタクティカル、インポート社を相手に訴訟を起こした。 2009年10月16日には GSG 社による製造と ATI 社による輸入をすべて禁止する旨の判決が下された。製造済み在庫については2010年1月31日まで販売を行うことが認められ、以前に販売された GSG-5 については引き続きサポートを行うこととされた。現在では H&K 社との同意に基づき、 小準機など一部のデザインを変更したものが GSG-522 の名称で販売されている。2010年1月、アメリカのアルコールタバコ、火器及び爆発物取締局は GSG-5SD が装着していた装飾用のサプレッサー風重心を置いを本物のサプレッサーであると判断して連邦火器法の下で流通の規制を行った。 これに対して ATI 社ではこの商品のリコールを決定した。なお、この指定は後に解除された。ありがとうございます。